はい、中の人です。今日はね、なかなか見れないものをちょっと紹介したいなというところでね。これダイハツのタントの、まあ車椅子使用者スローパーってやつだよね、まあそういう車をちょっと見てきたということでね、やったんだけど、まあグレードとしては結構下のグレードになってくるんだけど、これは先代型だね。そうだね。やっぱりね、仕様もちょっとね、標準とはちょっと違うんだよね。まあ、ベースは標準だけど、あとは、まあ、下のグレードで、まあ、エンジンも NA で、あとは、キーレスもね、これだけだ。小さすタイプだから、大事なので、ね。そういう違いはあるのかな。まあ、そんなところだけど。はい。いってください。はい、どうぞ。Thank you.
ー。